今回の絵は白鳥の湖のにちなんだ絵を描いたので、その絵をここに展示しようと考えてまして、白鳥の湖のイメージで描きました。白鳥と黒鳥ってこう相対する存在を描きたくて、それで描いたものなんですけれども、こっちの絵の場合は白鳥が中央にいるんですけれども、水面の水の中に黒鳥がいるように描いています。ちょっとよく見ないとわからないような、よく見たら顔になってるような感じなんですけれども、バレエの場合はポテトとオンディール、白鳥と黒鳥は同一人物が、おるんですけれども、なんかそういう人間の二面性みたいなものを表現したくて、ちょっと描いてみます。この絵の場合その世界観をイメージして今回のライブエイティングは描いていきました。Thank you.